入れてろ。やっぱりね、こういう家具がないとね、寂しいのでね、これにしようね。木の足場とかもありますね。高いところ作るとき足場も使おう。足場も使おうね。で、椅子も置いてと。で、またね、ちょっと。で、まあ、近くに何があるか確認したいんですけども。今夜なので危険なんですね。はい。夜は危険なんですけども、幸い周りがね、まだ平和なのか、スライムですけど、スライムで十分死ねるんでね。あ、いた出た。はい、夜特有の、あ、よい、開けてくんない開けてきますね。あの、ゾンビが、この、開けて入ってくるんですけど、今、ここにブロックを置いたことによって、ゾンビは入れなくなりますね。あの、ブロックに突っかかって。ね、ドア平気で開けてくるんだね、この人たちね。いるね。アイスクライマー。アイスクライマーみたいな人もいる。ゾンビエスキモーですって。アイススライムがすでに強いからな。なので今ね、割と相手と一定の距離を今開けれるんだけど、スライムゾンビって言うんだ。スライムとゾンビは合体してるゾンビかな。スライムゾンビとかもいるんだけど、ひとまずね、敵を退けていきたいけど、ちょっと何か言いたい、言いたげだな、ルーク。ルークなんだ。夜は屋内にいた方がいいよ。暗いところをうろうろするのは危険だからね。当たり前のことだけど、あ、なんかありがとうございます。なんだなんだ。ゴールドフィッシュ。金目の魚かな。そして、なんか土星が回っていくけど、これがきっと、こっちまで来ると朝になるのだろうね。あ、荒ぶってんな。荒ぶってるし、強え。これ2回殴られたら、ゾンビエスキモーさんに2回ほど殴られたら我々なんて、危ない。入ってくる。入ってくるのね。みんなでね。みんなで刀振って。家の中も意外と安全じゃねえな、これ。家の中も安全じゃないぞ。ゾンビエスキモーがなんか何？釘バットみたいな。釘つららみたいなの持って襲いかかってるからね。あれ？射程が長い。何？射程長いの？釘バットみたいな。釘つららみたいなものの射程がなくて、キュアピースがやられました。やられたね、リチにそこでやられたというふうに墓が出ていきます。あ、しかもここで、ここに、あれ、ここでこう、穴を開けて復活ポイントが、いわゆるリスポーンポイントがね、ここにあるので、ベッドを作って設置すると、そこがね、そこで寝ることによって、リスポーンできるんですけど、で、よくね、マインクラフトはね、ベッドで寝るとね、次の日の朝になるんですけど、あの、テラリアはそんな甘いものじゃありません。ベッドを作って寝ても、特にあの、朝にはなりませんのでね。この全然、安らがない夜。ちょっと待って、なんか、ベッド的なものは、どうやったら作れるのかな。今作れるものはね、松明ちょっと作っていきたいけど、松明はちょっといくつか作っていきたいけれど、チキトーチ。木トーチ、木の壁、木のドア、木の椅子、看板、木のフェンス、木の釣り竿、釣りもやりたいね。落ち着いてきたら釣りもやりたいんだけど、これまだ何もできないからね。次の日の朝になったらちょっと探索してね、いろんなものが何があるかどうかちょっと見に行きたい。見に行きたいよ。安らがない夜だな、これ。安らがない夜だけど、でね、初期の武器は悪魔の銅の、あれ、すでに呪われてるみたいな武器だけど、悪魔の銅の探検があるんだけど、今、木の剣になってると、このシャッ、なんていうの、軌道の違い？これもつくだけなんだけど、こっちの木の剣になると、この上下にね、上から下に振り下ろす感じになるので、まあ、これで敵の方もね、なんか、うわ、目玉が浮いてくるけど、これ、デーモンアイですって、夜はね、こんなね、怖い目玉も襲いかかってくるので、気をつけよう。ゾンビが来るね。夜だけど、あのでかい目玉が夜道で来たら自分は漏らす自信があるぜ。夜長えな今。多分半夜終わったぐらいかな、この高さ的に。この土星みたいなものの高さ的に半夜が終わったとこなんだけど、長えな夜。できるだけね、夜はね、動きたくないよね。目玉が飛んで、
マジこの目玉怖いんだけど。充血しすぎ。充血しすぎだし、雪原が近いので寒いです。雪原だからね、半分以上食らうんだけど、これ。ヒットポイント。ヒットポイント今100なんだけど、ライフがね。これ、あ、木の実を食べることで体力回復できるのかな、これ。ワンチャン食べてみよう。あ、でも、まだ減ってないから大丈夫かな。この目玉もどんぐらい食らうんだろうね。夜長ーい。夜まだ今4分の何ぐらいあるんだろう。4分の何、計算ができなくなっている。ねえ、夜が長いよね。昼間と夜、時間の違いあるのかな。やっぱ昼間に活動したいなと思っている分ね、夜が長く感じるんだよね。その辺ね、こう、2人とか3人とかいたらね、会話で盛り上がれるんですが、当実況は一人でやっていきます。入れてら。そして今、ピュアピースが死んだのかな。ちょっと今、このお墓ができていくが、これはね、十字架の墓標を、ちょっとね、ああ、しまった。しまった。今ね、ここの木を壊してしまったためにゾンビが入ってしまいました。え、これ、あ、星が落ちてきている。ちょい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 。2回で死ぬんだけど、扉を閉めないと。これは難易度が恐ろしいな。2回で死ぬんだけど。はい、ここに今ね、死因としてはね、ここの木を思わず壊してしまったので、墓を壊そうと思ったら、勢い余ってこの1ブロックの大事な木を壊してしまったため、ゾンビが入ってきて死にました。怖い。怖いな。このね、ツルハシでここの木も壊してしまったわけですね。怖い。怖い。すごい、こう。でも、開けられまい。ここに足場がないため、この扉も開けられまい。すごい吹雪いてるけど、吹雪いている夜を乗り切って、ちょっと何があるか探検しに行きたいんだけど、ゾンビエスキモーがマジ怖いんですけど、ヒットポイント100、初期、すごいな、でも、初期ヒットポイントの2回で、釘バットで2回殴られただけで死ぬっていうね。まあちょっと現実でも釘バットで2回殴られたら死ねる自信あるんだけど、半分食らうんですけど、ちょっとこれ可愛い、見た目可愛いけど、見た目が可愛いのに、たった2回の攻撃で人の命を奪える強さ。怖い、怖め。硬い手枷が手に入った。硬い手枷はなんで手に入ったんだろう。硬い手枷も手に入ったけど、怖いんですけど、長い、夜がマジ長いけど、その間にね、制作できるものは制作していく。木の椅子とかもね、でね、ここにね、木の椅子も唐突に置きたい年頃。このプレイヤーキャラのルーク君もね、椅子があると嬉しかろう。何？この土地で生き残る術を教えてくれる人がどこかにいるらしいよ。ちょっと待って、それは僕のことだ。アメリカンなジョークのことかな。アメリカンなジョークなのかな、これ。笑いを取りたいのかな。ちょっと収まってきたかな。夜の夜明けが近いのかもしれない。こちらがこう、なんていうの、月的なものが隠れたから夜明けが近いのかもしれない。夜が明けたと同時に、夜が明けると同時に、こちらの右側から先に探検をしたいと思います。入れてら。